今日もビリバリデリシアオーサを収穫していこうと思います。ここにちょっと熟したやつがあります。表面の突起の先っぽがやや黄色くなってますけど、これが熟し始めのサインです。こんなぐらいになったらもう収穫して OK です。収穫しました。もう一個ちょっと上の方にありますけども、それも収穫していきたいと思います。ちょっと上の方なもんで撮影がなかなかうまくいかないですけどね、高枝ばさみで切っていきたいと思います。はい、この通り綺麗な形で収穫できました。こんなくらいになったらもう食べられます。あんまり放置すると果肉が柔らかいだけに腐りが入りやすいですので、なるべく早く食べた方がいいです。